はい、皆さんこんにちは。今日もですね、ボルダリングジム開業者向けの、番組になります。本日のお題は、ボルダリングジムの経営を引き継ぐと題してお伝えしてまいります。1個前の動画でね、ボルダリングジムの経営すっごく大変だって、今からね、大変だっていうことをお伝えしました。だけどボルダリングジムをやりたい、どうしてもやりたい、そういう夢がある。その中で、一つのね、方法としてこういうのいかがですかというのを、お伝えしていきます。ボルダリングジムね、やってきたけど今ね厳しいってさっき言いましたよね。オーナーさんね、例えば閉店したいっていう人、全国多分いると思うんですね。そういう方がいらっしゃる。であなたはこのボルダリングジムを、開業したいと。ね。開業したいと思ってると。あったとしたら、一つのね、プランとして、この閉店したいとか、もう売りたいとか、そういう人から、これを買うと。買うとか、引き継ぐと、いう考え方ですね。もう全然ありじゃないかなと思っています。これはね、どういうメリットがあるかというと、この買ったり引き継いだりする上でどういうメリットがあるかというと、まず、新規開業ってね、むちゃむちゃリスクあるんですよ。ね。新規開業ってめちゃめちゃリスクがあります。なぜかっていうと、お客さんがいるかどうかって、わからない。ね。が、その地域にいるかどうかって、これね、はっきり言います。やってみないとわかんないんです。はい。当然ね、いろんなね、判断をします。その辺の人口を調べたり、いろんなね、その辺の所得を調べたり、いろんなこう、他店の、使ってる人の、そのあれを調査したりとかね、それしますよ。だけど、他店に行ってる人が自分のお店にね来てくれる、引き抜けるなんていう保証はないわけですよね。他店に行ってた人はそのまんま使うっていう可能性だってあるわけじゃないですか。で、実際問題、人口がたくさんいるからって言って、ボルダリングジムに通ってやりたいという人は意外と少なかったとかね、あります。だから確実にね、こうお客さんがいるかどうかって本当わかんないです。やってみないとわかんないっていうのが、実情です。銀行さんだってどこだってもうわかんないですね。だけど、引き継ぎをすればね、引き継ぎするとこれはね、ある程度そのジムが、固定客を持ってるわけですよね。で、固定客の、何パーセントか外れます。これは言っておきます。何パーセントか絶対外れます。それはね、お店にね、お客さんがついてたんじゃなくて、そのオーナーさんにお客さんがついてた場合っていうのは、そのお客さんは外れます。間違いなく外れます。ただ、人の中にはやっぱりそのお店の、利便性、位置がいいとか、価格帯がいいとか、そのジムの、なんていうかな、壁が好きとか、いろいろあると思うんですよね。ホールドが好きとか、あると思うんです。そういうのに、お店についてる固定客はある程度残ります。はい。これある程度残る、計算が立つっていうところですね。これが一番メリットかなと思います。あともう一つは、新規開業だと、全部新品で揃えるんで、投資ですね。これがね、大きくなる傾向なんですね。投資がこれ大なんですね。ただ、引き継ぎだと、中古でね、全部、揃えられるので、投資はね、かなり少なくて済みます。はい。ホールドも中古、マットも中古とかで OK であれば、かなり、この、投資という面では少なくて済む。ということで、固定客がついてて、ここのリスクが、小になる。ね。こっちの新規開業になると、本当にお客さんが、本
気にいないっていうのはありましたからね。はい。あの、3日ぐらい全く人が来なかったとかありました。それはもう十何年前の話ですけど、ありました。本当にね、リスクあるんですよ、新規開業って。で、そういうことであるので、まあ、できる限りね、リスクを減らしたいと。まあ、そういう方には、その、引き継ぎでやるっていうのもいいんじゃないですかっていうお話でございます。でただ引き継ぎの方法はですね、実はあの種々ありまして、方法としてはね、あの方法いろいろあるんですよね。まあちょっと書いてみます。経営権ね、経営するのれんをね、あの買い取りという方法ですね。あとは、独立、今、勤めてるやつを独立するという方法ですね。あと、そのオーナーさんが持ってる、物件を借りて、家賃払うと。ね。家賃支払うというパターン。あとは、もう、土地建物買うと。ね。ローンで買うと。ね、建物を買うと。買うというパターンですね。あと、なんか売り上げのね、何パーセントかを、何パーセントか支払うみたいな、なんかそういう契約。まあ、あと他にいろいろあると思います。なんかいろいろ、私が今気づいた中でこんな感じの。と書かせてもらったんですけど、まあ、何種類かあるので、もうこれ全て交渉です。もう全て交渉して、決めないといけないというふうになります。はい。で、まあ、このね、まず、経営権の場合は、まあ、のれん台みたいな感じで、その、いろんなね、お客さんとか、そういうのも、引き継いでくださいよみたいな感じで、経営権を買っていくと。で、あとホールドとかなんかそういうマットとかも付け加えても全部、買っていくと。で、まあ、相場ってもうわかんないですね。はい、相場ってわかんないです。ただ、ラーメン屋さんとかなんかそういうところはなんか相場があるらしいんですよ。結構そういう案件多いんですよね。だからボルダリングジムはわかんないです。まあ、ざっと私の中で言うと300万か800万ぐらいの間かなっていうところ、ただ月の売上の予想とかなんかそういうので変わってくると思います。ただめっちゃでかいところに多分1000万以上とかね、なんかそんな感じかなと思うんですけど、ただ新規でやろうとしたら、こんな800万とかで収まらない場合もあるんですよね。新規開業だったら、例えば、1500万かかりますよっていうところが、例えば800万だったら、結構割安だよねっていう考え方も絶対ありますね。はい。いろいろもう水回りとかね、ホールドのそのクライミングウォール建てます。一式建てます。ホールド買ったり、マット買ったりも、全部新品でやったら、1500とか平気でかかりますよ。うん。だから、それをまあ800万とか500万とかで抑えるっていうので考えると、まあ結構いい案件かもしれないです。あとまあ、月々ね、いくらかでこう借りるとかね、なんかそういう契約だったらいいのかなって思います。で、まあここのね、これは全て交渉なんで、もうオーナーさんと、前オーナーさんとお話をしないといけないので、もうこれちょっとケースバイケースすぎて、一口で語れる内容ではないのでございます。はい。で、ですね、あとね、これからですね、ネックになってくるのね。これはね、いろいろ利点ばっかり述べましたけど、ネックになるのが、ね、これがね、この閉店したいっていうのは、経営がね、うまくいってないわけですよね。いかないと。状態だからこそ、閉店したいわけですね。基本そうですよね。絶好調だったら手放したいわけないじゃないですか。持てば持つほど、どん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 ね、お金を生み出してくれるわけで、まあ、そのオーナーさんがね、閉店したいっていう中には、もう赤字か
今トントンでもうそんなに持ってる意味ないし、その利益ももう黒字もほぼほぼないから、もうそろそろ手放したいっていう人が多分多いと思うんですよ。で、ここでね、一応オーナーチェンジのその不動産とかね、なんかそういうところ、金融とか不動産とかで言われてるのは、一つの業種ですね。例えば、ラーメン屋さんとか、あったとしますね。ラーメン屋さんが、はい、手放したいですって言った時に、ここの店舗に対して、はい、次なんかね、違う業種、例えば、ここラーメン屋さんでダメだったであって、まあ次、まあカレー屋さんで行こうとか、ここをね、雑貨屋さんで行こうとかっていう感じで、なんかちょっと違うもので、ここが変わるのであれば、これはなんかありなんですよね。なんか違う、例えば雑貨屋さんとかだと全然違うんで、客層も違うから、もうその立地に対して違うもので行くっていうのはありなんですけど、カレー屋さんもダメなのに、もう一回、じゃラーメン屋さんダメなのに、またラーメンっていうのは、そのダメっていうかですね、もうここで一回ラーメン屋試したのに、またラーメン屋やるの？みたいなところなんですね。そこにお客さん実いないじゃんっていう考え方が一つあるわけです。で、もう金融の業界の方は多分絶対こういうことを言われると思うんですよ。で、そういうことで、ラーメン屋さんダメだったのにラーメン屋さんみたいな感じで、ボルダリング屋さん、ボルダリングジムですね。ボルダリングで今までダメだったのに、またボルダリングで行くんですかっていう話があって、ね、これってどうなの？っていうところが絶対出てきて、融資とかも下りづらいんです。はい、こういう案件っていうのはね、そこだけはね、十分気をつけないといけないってことです。で、ね、このね、セオリーをある程度無視して融資してもらうっていうのには、まあ担当者さんとかね、その担当者の上司さんとかにはある程度の、ね、リスクがあって、これ返済遅れたりとか、結局融資焦げついたりとかすると、むっちゃね、責任になるじゃないですか。そういうセオリーお前知ってたんでしょって、こうラーメン屋さんダメなのにラーメン屋さんまた行くのっていうセオリー、ボルダリングジムやってたところが、経営やばくなって、引き継ぎで、一回こうオーナー変わって、またボルダリングですかって、それやばくないですかって、絶対上がると思うんですよ。なので、もしダメだったら責任問題になるとかあると思うんですね。だからこそ、そのね、引き継ぎをやる人にとっては、いや、こういう理由で、ここを改善すれば、絶対良くなるんですよ。絶対ね、うまくいくはずなんですっていうのをね、明確にね、こう、改善する場所ですね。これを、明確にね、改善、このね、するポイントね、改善ポイントを、明確に文章とか、書類にして提示できないとダメです。はい。で、まあ、これが、まあ、いろんなね、ポイントがあると思います。私がちょっと思った中で、料金体系とか、あと、イベントしてたかどうかね、してなかったらすれば伸びます。あと、課題のね、質とか量とかね、なんかね、あんまりやる気なくなったジムとかと課題の質下がるんですよね。質を上げられるのかどうか。あと、ウェブのね、マーケティング。まあなんかいろんなね、YouTube とか SNS と、Twitter、インスタ、まあいろいろあると思うんですけど、あんまやってなかったりするんですよ。なので、そういうのをね、強化していくと上げられる可能性っていうのは上がっていきます。あと、物販ですね。やる気なくなると物販もね、もうしょぼしょぼになってくるもんなんですね。これはシューズとか、ウェアとかね。あと、接客もね、もう長年こうやってくると、もう本当にね、ダラダラになっちゃってて、かなり接客もおろそかになってます。あと、ダメなジムとかね、ホールド汚かったりとか、新しいの入れてなかったとか、
とかそういうのって出てきます。あとトイレとか水回りとかね、もうお金ないからもうこの辺のほったらかしに、なったりもあります。あと看板とかね、なんかそういうのもね、だんだんやる気ないと、あと駐車場少なかったりとか、お客さんからいっぱい苦情出てるのにそのまま放置とかねあります。はい、なんかそういったものね、もろもろをチェックリスト化して、ここを具体的にこうしますよ、ああしますよ、ああしたらもっと、お客さんが増えるはずですっていうのを、明確にしていくということです。でまあこの辺のね、水回りとかなんかその辺のことに関しては、ホールドとかに関してはね、そのオーナーチェンジした時に、借り入れっていうのは必要あるかもしれないですね。そういうのを明確にしておくと。でこれだけ借り入れしてこうしたら、これだけお金が上がっていきますよっていうのを、まあ文書書類にしていくということです。であとね、最後にね、まあそういうので粘り強くね、明確にしていけば借り入れもできるし、まあいろいろこう金融機関と付き合いもできてくると思います。であとね、このね、引き継ぎしたい、まあ結構これしたいなって思ったとしても、一つ、まあ、明確な弱点じゃないですけど、まあここのやりたいと思っても情報がねやっぱり、上がってこないんですよね。これがまあ一番のネックかもしれないです。まあその自分の通ってたジムのそのオーナーさんがねボソッと、あもうここを辞めたいんだけどって言ったら、やりますやりますっていう、いうふうにいけばね、まあワンチャンあるんですけど、なかなかこう、SNS とかウェブページとかに、あここ引き継ぎませんかって書くのはなかなかないと思うんで、まあ、そこだけかな、うん、ネックですけど、まあまあそういうケースもあるので、まあ一つ参考にされたらいい、よろしいのではないかなと思います。ありがとうございました。